楽しかったです。でもさ、一人でやったのがさ初めてだったからさ、ちょっと緊張した。メールはしたけど電話する勇気はありませんでした。そうですよね。まあまあまあ、放送と配信が同時にされてるからね。そうですよね。ちょっと躊躇したしちゃう気持ちもわかるかも。でもたくさんのメールと電話ありがとうございました。楽しかったです。ありがとう。あ、今日もいっぱいポンポンありがとう。ソーラーさんありがとう。白ふくろうさんありがとう。たくさん。ソリオさんもありがとう。ポムリン、あの夢見るアドレセンスさん、アルミジュリアさん、すごく可愛くて、めちゃめちゃ可愛くて大好きになりました。夢アドさん、なんか私が見てたドラマの主題歌になってたんですよ昔。それがさ、なんかさ、すごいなんかわーっと思って、はい、お友達になれました。今 FF 同士です。嬉しい。めちゃめちゃ可愛くて、なんか実際お会いしたくなりました。あ、ありがとう。ディノンちゃんタワーありがとう。嬉しいです。あ、そうなんですよ。なんかフーさんにすごい似てた気がする。わかる、なんかフーさんっぽいって思いながら、なんやろ、なんか笑った時の口めっちゃなんか似てた気がする。今日もテロップに書きます。皆さん今日もポムリンありがとう。今日も一筋です。15分経ったらタワーのお礼を書きたいと思います。おやっほー、下北 FM 可愛かった、ありがとう、嬉しい。
ばんは。楽しかった。なんか前はあのゆらちゃんと2人でアシスタント MC やったんですけど、今回はしかも出演する予定ではなかったので一人で出て、ちょっとなんか大丈夫かなってずっと緊張してたんですけど、でもなんとか無事に終えてよかったです。ユミアドさんはあの志田裕美さんとかがいた頃、結構初期の頃とかずっと見させてもらってました。であと私が見てたドラマの主題歌とかやったりしたんで、今日なんか共演するってなった時にすごいなんか嬉しくて、うん、お友達が増えました。ジュリアさん可愛かった。また直接会える日を楽しみにしています。こんばんは。確かに何かのフェスとかで会えたらいいよね。こんばんは。ポンポンもありがとう。なんか地味にさ今日早起きしたからさ、しかも今下北 FM が無事に終わって、まあ、日中もちょっとあの動き回ってたんですけど、今なんか ほっと一息つけてつけてます。なんかそれで安心安心してる。はーってなってる。はー頑張った。でも明日もまたちょっと頑張らないといけないことがあります。てかね、急遽ねダンスを覚えないといけないことになってやばいんですよね。やばいんですよ。なんか私さ喋るときさ、なんか 下顎が動くんですけど、なんか下顎が動かないように喋る方法ってありますか？下顎が動かない下顎が動かない喋り方。下顎が動かない喋り方。動くか。動きますよね。下顎が動かない喋り方。あ、こうやったら動かない。こうやったら下顎が動かない喋り方。わあ。上顎は動かない。なるほど。上顎。どうしても、あ、そっか、ここは動かんのか、に人の構造的に。あ、うわうわ。
あうあう。あうあうあう。あいうえお。あいうえお。あいうえお。あ、でも口先だけで、口先だけで喋ったら下顎が動かない。あ、あいうえお。あいうえお。48の小島愛子です。なんか私の癖的に、なんかね、顔しゃべるんですよ。だからちょっともう顎出して喋ろうと思って、ここに神経研ぎ澄まして、神経を下顎にもうちょっとバカなことしません。あ、30万ポイント到達した、嬉しい、やったー、やりーか。ありがとうございます。あと20万ポイント、わお、マジか、すごい、頑張りましょう。どこで見れるんかね。ショールーム、ショールーム、これで、あ、これで見れる。あー、間違えた。専用ページで見れる。あ、これで見える。こんばんは。お、本当だ、達成しとる、嬉しい。あー、こんばんは。そういえばあともうちょっとでツイッターの、うわ、びっくりした。自分の配信が流れた。
1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、おお、15ぐらいラグがあるんですね。皆さんこんにちは、 STU48 です。私の名前は小島愛子です。15秒ぐらいですね。超低遅延モード。超低遅延モード。超低遅延モードってあるんですか。どこにあるやろ。そのでもね、ログインしてなくて、なんかあのウェブサイトでこれ見てるんですよ。画質選択できるのかな。自分のアカウントにログインしてない、なんか無名状態の人今見てるんだけど、まあラグが減らすこともできるってことなんですね。なるほどですね。ゴールまであと182,332ポイントということで、あともうちょっとですね。これは10日間、10月9日の11時59分までのイベントになるので、サンリオのコラボイベント、コラボキャンペーンか。あと今日入れて4日、今日入れて4日なので、皆さんもしよかったらゴール2が達成できるようにご協力をお願いします。今日もポンポンプリン一筋です。なんかギフトがさ、何種類かあるよね。プチポンポンプリン、プチポンポンプリンアニメ、ポッポンポンプリンアニメ。プチポンポンプリンは無料だって。なのでどこに投げるか迷ってる、そこの無料のポンポンプリンがあったら私に投げてくれると嬉しいです。行き先のない
今のところ行き先のないポンポンプリンのギフトがあったらお願いします。このアニメのやつは有料になっちゃうんですけど、もしこのキャンペーンにちょっと協力してもいいかなっていう方はよかったらお願いします。ありがとうございます。優しい皆さん優しいです。ありがとうございます。プリンちゃん、プリンちゃん、私はプリンちゃんって言ってるんですけど、まあ、このオスのゴールデンレトリバーなのでプリンくんですね。プリンくんが喜んでいる声が聞こえてきます。ここら辺、ここら辺から聞こえてきます幻聴が聞こえてきます。プリンも嬉しい、プリン超嬉しいって言ってると思います。え、ポンポンプリンってゴールデンレトリバーのオスなんですよ。知らなかった？こんな声じゃないけどね。え、声聞いたことない？僕に投票してくれて嬉しいみたいな、なんか声してるんですよ。流して差し上げます、知らない方のために。これがポンポンプリンの声です。はい、僕プリンです。みんなが応援してくれたおかげで1位になれました。はい、僕プリンです。みんなが応援してくれたおかげで1位になれました。これからも頑張りますので応援よろしくお願いします。これからも頑張りますので応援よろしくお願いします。これはでも2015年のポンポンプリンなんです。今度はそこに愛はあるんか。アイフル、これが今年のポンポンプリンです。声変わりしたんですよ、ポンポンプリンって。では2位に輝いた感想を伺ってみましょう。
私もみんなのおかげでここまで来れたよ。でちょっとこのサンリオキャラクター大賞の規模が2022年になってちょっとだんだん大きくなっていってるんで、このポンポンプリンくんはアイドル性が増してますね。喋り方より意識をしてる喋り方ですね。プリンくん、プリンくん自身多分この2015年から2022年の7年間にかけてやっぱりこの自分の地声でそのまま話すだけだったら、まあ、きっとプリン自身ちょっともうちょっとこうサービス精神というか、まあ、もうちょっとキャラクターっぽく喋れるんじゃないかなと思って、きっとこの7年間研究した結果きっとこうなったんだと思うんですよ。だからプリンくんはただただ声が変わっただけではないのです。えへえへへへへ、今年もみんなのおかげで2位になれたよ。プリンくん自身きっと頑張って喋り方にも気をつけたんじゃないのかなと思います。こういうところも愛しいということで、はい、初めて聞きましたか、プリンくんのプリンくんの声初めて聞いた。こんな可愛い声してるんです。このプリンくんのことを皆さんもこれから応援してあげてください。そしてついでに私にプリンくんギフトを恵んでいただけると嬉しいです。なかなか1位になれないんですよね。この2015年は1位になれたんですけど、今ね、なかなかシナモンが強くて、ということでタワーをリノンちゃんからもらったのでお礼を書きたいと思います。書きたいと思います。プリンくんの絵を描くよ。プリンくんの絵を描いてもいいかな。
いた。ありがとう。ドデカポム。なんかオムライスが食べたくなってくる。これ見よったら。愛子ちゃんに対しての大好きが増した。嬉しい。ありがとう。できてありがとう。ありがとう、りのんちゃん。なんか黄色ってやっぱ美味しそうな色ですよね。オムライスとかなんかオムレツとか食べたくなってくる。タタタン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 。でもさ、これさ、あのタワーのお礼してるけどさ、あのこう小刻みにわーってさやってくれてさ、それがタワー分になってたりすると思うのね。だからそこをちゃんと数え切れてないけど、でも本当にたくさんポンポンのギフトを投げてくださってるのは分かっているので、本当にありがとうございますって言いたかったです。まとめてあのタワーとかにして投げてくださったらこうやってお礼はできるんですけど、でも逆に細かく何度もたくさん送ってくださる、投げてくださるとタワー分になってると思うんですよ。そこに対してお礼が言えない、こうやってイラスト描いてお礼が言えないのはちょっとクッって思うんですけど、でもそれはあの数え切れてないけど、でも分かってるよっていう感じです。分かってるからね、うん、ハートだよって思ってますっていう感謝の気持ちです。うんよです。あー、でもなんか久々に他人と話したかも、今日の下北 FM で。今日のお仕事がこれがリコチやったら、私は今日も人と話さずに終わってたから、いやそんなことはないけど、そんなことはないんですけど、でもなんかこんながっつり人と喋ったの久しぶりかも。
バーにずっと会ってないんよ。もう8日ぐらい会ってない。明日久しぶりに会う。8日ぶりにアイドルっていうことを思い出すかもしれない。あ、私は STU にいたんだって明日思うかもしれません。8日間メンバーに会ってないんです。もう7月8月9月はひっきりなしに誰かに会ってたんですけど、10月に入って本当になんかこんなにゆったりゆっくりしていいのってくらい余裕のある暮らしをさせてもらってます。夏はイベントとかなんかいろいろ本当に多かったから、毎日誰かに会って毎日誰かといてって感じだったんですけど、10月に入ってからはあれ私の周りに人がいなくなったみたいなあれあれ今までいた周りの人たちはみたいな感じだった。でも明日やっと会えるから、みんな元気してたらいいな。ちょっと悲しいなと思うけど、一旦あの STU の活動がなくてこういうお休みの期間が続いたりすると、なんかじっくりこう見つめ直せることもあるし、なんかいろんなことに気づいたりするから、まあこれもこれでいいなとは思う。そういうところです。はい、しっかり休むのも大事ですよね。こんばんは。皆さんはどうですか？もう木曜日ですね。6日木曜日。10月は今のところどう？順調？そうでもない。そうでもないのか。なるほど。勝手にそうでもない設定にしてるけど。楽しい？STU で一番お顔が好き。嬉しいです。ありがとう。大丈夫？今のところ悩み事ないですか？困ってることありますか？へいへいボンボン、楽しい？嬉しい？怒ってる？泣いてる？普通？変わり映えのない日々？それとも毎日？毎日がスリルの多い日々？あ、でもあれですよね、昨日ぐらいからもうめっちゃ秋って感じの季節になったよね。なんかこの間まで暑い暑い言ってたけど、やっと涼しくなった。てかもうそれ通り越してちょっと寒くなった気がする。
全国的にそうなのかな今。どうなんでしょう。3周年ライブの席が気になる。あーそっか、もう23日やけん、あと2週間くらいか。てかね、花だれに出るのが久しぶりなんですよ。10月8日の土曜日、神戸公演2公演あるから大丈夫かなってちょっと心配。関東で公演したいけどね、今のところないですね。あ、アイオンシンデレラというものに10月13日に出るので、関東でアイコジに会いたい方はぜひそこで会いましょう。待ち合わせです。平日なんですけど来てくださいお待ちしております。気持ち悪い気持ち悪い。自分がぶりっこしたらなんか気持ち悪く感じる今日の、1日1ボケツイート見ます。はい、今日はですね、昨日の夜ちゃんとセットしたはずやのに、ニワトリ泣かんかったから寝坊した、これです。このボケです。これに対してツッコミを見ていきたいと思います。なるほどですね。なるほどですね。すごい、なるほど、こういう考え方もあるんですねツッコミに対してなるほど勉強になりますねっていうコメントもちょっとおかしいかな、へーとか言ってそういう考えもあるんだねちょっと一人でニヤニヤしちゃう、うんうんうんみたいなう
すごい、なるほど。え、でもこのツッコミはちょっとたまに見るな。あー、そういうことか。へえ、ちょっとあ、え、ちょっとこの方にしたいと思います。今日の一日、いや、皆さん本当に面白いです。もう今見ての通り、一人でブツブツ言いながら、まあ、こんな風にハハとか言ったり、あ、なるほどとか言って、なんかギュフフとか言いながら、まあ、見てるぐらい、本当に皆さん面白いんですよ。いや、面白いんですけど、ちょっとやっぱり MVP を決めるっていうのは、これを決めるっていうのはちょっと、はい、恒例なので決まりではないけど、まあそういうものなので、この方にします。それはメスでセットしてたら中変で、あれはオスだけやからな。メスとオスってことですね。それはメスでセットしてたら中変で、あれはオスだけやからな。この方に決定です。なるほどってなりましたこれはなんか普通になるほどってなりました。はい、ちなみにちょっと2日ぐらい MVP 決めてないので、遡りたいと思います。ちょっとだけ、ちょっと見たいと思います。レモンかな。レモンですね。レモンのやつはでもなんかシンプルに相当お疲れのようだねっていうコメントが面白かったですずっとなんかめちゃめちゃ、あ、はいみたいなあ、はい、あ、はい、疲れてますみたいなテンションになるので、ちょっとそれが面白かったです。で、今日10万ペリカお小遣いもらったんです。これはですね、これはカイジの世界なんですけど、提愛グループの地下労働した人にもらえるお金なんですよ。10万ペリカって言ったら、まあ1万円ぐらいなんですね。はいそう、これもね、面白かったですよ。これはちょっとどうしようかな。結構ね、どれも面白かったんですね。いや、笑っちゃいますね、本当に。どれもいいんですけど、
このツイートはなんという行行っていうリプがいいなと思いました。なんかテンション合わせて来てくれてるのが嬉しかったです。はい、はい、というわけで皆さんめげずにぜひリプしてください、突っ込んでください。というわけで1時間経ちますね。いやでもほんとみんなのツッコミ見てたら勉強になる、あーみたいな、なるほどって思って。でもなんかこれ別にそのなんかめっちゃ競ってるわけでもないし、あの優劣をつけるものでもないし、ガチガチにバチバチのバトルとかでもないので、あの自由参加なので、あの私もただボケたいからボケてるっていうあの日々の楽しみになりつつあるので、なのであの全然レースでもなんでもないので自由参加でお願いします。なんかここで拗ねられても困るって感じ。うん、めちゃめちゃあれなので自由にやってるだけなので。お願いします。すねちゃまにならないでね。すねちゃま、すねちゃまにはならないで。すぐすねちゃまになるでしょう。はい、ではランキング読んで今日は終わりたいと思います。13位ウリンちゃん、12位おみかんさん、11位ウミガメさん、10位ヒゲメガネさん、9位ソリオさん、8位クジマサさん、7位はシロフクロウさん、6位はドドさん、5位はユウスケさん、4位はカタカナのタカさん、3位はベルビアンカさん、2位はマリトッツさん、そして1位はリノンちゃんでした。ありがとうございました。また明日もボケるから突っ込んでね。あとお話し会再販しております。よろしくお願いします。バイバーイ。